まもなく左方向です。その先、大きく右方向です。まもなく大きく右方向です。その先、左方向です。その先、左方向です。まもなく左方向です。その先、目的地付近です。おお、すごいね、これは。はい、桜満開でございます。まもなく目的地付近です。どの辺なのかね。ああ、そこね、早く渡った。あそこ神社がね、何神社ってやった。はいはい、わかりました。で、下から上がった、反対から上がったら全然ね、雰囲気が違うんでね。平林公園でございます。全長60メーターぐらいあるのかな。石陛下にある古墳。ございます。これ公園分なのかね。どうなんだろう、これ。これは、古墳のようにしか見えないんだけどね。陛下浄水場でございます。これね、横は。ああ、奈良一望できますけど、ちょっと曇っとるけど。ああ、そういうことになってるんですね、奈良が。前方公園法、全長が62メーター。はい、もうそろそろね、桜吹雪が始まるね、そろそろね。桜あります、あります。こんなに桜があると知らなんだね。ちょっと曇ってるからね、晴れたら最高なんだろうけど。はい、桜トンネルを歩いてみましょう。いやー、素晴らしい眺めでございます。ちょっと上上がってみましょうかね。うん、やっぱりこっちが回るかね。こっちかな。こっちがやっぱり縁を踏んでしょうね。おお、綺麗な休憩所が。桜トンネルでございます。はい、平林古墳。ここに石碑があるということは、やっぱりこっちが円墳やね。円墳が低いんだけどね。はい、はい、ちょっと見てみましょうか。見れるかね。あ、入られんか。やっぱりそういうことよ。ちょっと気にしてたんだけどね、高さがね、高いんで。はい、石碑図を眺めてみましょうか。石碑図を眺めてみましょう。これは石棺かね。ちょっとわからんな。石棺の蓋、蓋にしてちょっと下がもうそこ地面ついてるんでね。石棺じゃないんやな。石棺は入ってないみたいだね。ちょっと奥の方がね、かっちきっちり見えないんだけど。ああ、ちょっとね、石碑の石は側面はちょっと小さいね。奥はどうなんだろうな。奥は奥と戦場は見られんか。ちょっと見えませんかね。
ちょっと奥の天井とか見えんな。奥の方はだいぶ大きいんで石使ってんね。あ、手前はセメントか。もう見ました見ました。はい、ありがとうございました。この横はね、セメントでございました。これはね、ちょうど桜が満開でございますからね。いつ来たんかな、去年来たんかな、ちょっとはっきり覚えてないんやけど。あ、ここなんか登った記憶はない。はい、これが公園部の雰囲気でございます。大きさは62メートルやから さほど大きないんだけどね。はい、これが墳丁でございます。墳丁でございます。墳丁から眺めは素晴らしいんでございます。これ浄水場でございます。桜がもうちょうど満開でございます。桜が満開のせいで全然見えんがね。桜が満開になってますからね、見えないよ。全然見えないね、桜が邪魔して。高さがね、前方部の方が高いんですよ。まあ山やかしゃないか。普通はね、公園部が大体ほとんどのところが高いんだけどね。はい、ちょっと行ってみましょう。前方部の方がだいぶ高いですね、これは。これ水のダンクはね、大きな。で、横は墓地になってますからね。はい、やっぱりこっちが古墳ですね。はい、間違いないですね。高いんでね、どうかな思いましたけど。僕は反対側から泳いんの、あそこ。はいはい、ありがとうございました。平林古墳でございました。ちょっとね、浄水場の音がうるさいんだけど。はい、ありがとうございました。満開の平林古墳からでした。ありがとうございました。